こんにちは。横浜市が発行する広報横浜から記事をピックアップしてご紹介する広報横浜ひろ読み、7月号はまずこちらから。皆さんはロコモという言葉をご存知ですか？ロコモとはロコモティブシンドロームの略称です。加齢や病気などにより骨や筋肉、関節などの運動器が衰えることで、立つ、座る、歩くなどの移動能力が低下し、介護が必要になる危険性が高い状態を言います。今回は地域で活動する元気づくりステーションを訪ねます。やってきたのは戸塚区グミサワグミの会。こちらではロコモ予防として横浜市が推奨するトレーニング、ハマトレを定期的に行っています。戸塚区グミサワグミの会について教えていただけますか？月3回、約18名ぐらいでやっております。まずお口の体操から始めまして、でハマちゃん体操、それからハマトレを中心にやっております。会の特徴を教えていただけますか？そうですね、皆さんね、高齢の方が多いもんですから、仲良く分けあいあいと、で、無理のないような運動をしようということでやっておりますね。ハマトレをやってなんか体調に変化ってありましたか？椅子から立てなかったんですけど、この今この体操をするようになってからこう立てるようになったもんですから、乗り物の時もこうやって座ったり立ったりしております。このハマトレを行うようになって体調はいかがですか？すこぶるいいです、はい、年の割には元気です会の雰囲気はいかがですか？いいですよ、すごく朗らかでね。うちにいたらあんまり動きませんけど、やっぱりコミクルがね、いろいろ教えていただけるんで。足腰を鍛える運動の他にも、早期の診断と治療、バランスの取れた食事などがロコモ予防につながります。皆さんも日々の生活習慣を見直してみてはいかがでしょうか？続いては3年に一度開催される現代アートの国際展、横浜トリエンナーレ2014についてです。事務局の天野さんにお話を伺いました。トリエンナーレとはどういったものなんですか？はい、まあ、イタリア語でその3年に一度開かれる美術の展覧会ということになります。今回は、華氏451の芸術、ね、世界の中心には忘却の海があるという、まあ、こういうテーマがあります。今年はこのテーマに従って11の章、まあ、11の物語というふうに思ってもらっていいと思いますけれども、その物語に従って作品が展示をされています。現代アートというと難しく思われがちですが、楽しみ方などのアドバイスはありますか？そうですね、美術の世界、まあ、表現というのは自由があるということなんですけれども、ひょっとすると皆さんの周りにあるような生活の中で使われているようなものが作品の素材として使われている場合がありますので、まあ、そういうものを例えば発見するとか、あるいは身近に自分が感じていただけるような見方をしていただくと、美術を知るですね、大きなきっかけになると思います。ぜひこの機会にですね、今美術で何が起きているかということを見ていただければと思います。横浜トリエンナーレ2014は8月1日から11月3日まで横浜美術館や新興ピアなどで開催されます。会期中には会場周辺で様々な催しが行われますので、この機会に多彩な現代アートをお楽しみください。続いてお知らせです。7月10日から横浜マラソン2015のランナーの募集を開始します。開催日は来年3月15日。参加資格及び申し込み方法は横浜マラソンで検索していただくか、区役所、スポーツセンターなどで配布の募集要項をご確認ください。この番組でご紹介した内容の詳細やお問い合わせ先は広報横浜7月号をご覧ください。広報横浜が届いていない場合は横浜市役所広報課までご連絡を。横浜市内各駅や区役所、公共施設などでも入手できます。それでは次回の広報横浜ひろい読みをお楽しみに。